今揺れたよな地震かいてててごめん学長驚かしちゃったね、うんバランスボールなんや、うん、リーマン君ダイエットでも始めたんかいやそれが話せば長くなるんだけどえー、手短に頼むで僕今の会社で頑張ればきっとそれなりに出世して給料も増えていくはずなんだよふんふん でも上司を見てるとほんと忙しそうでさ、出世するってことは貴重なプライベートを削って働くことなんだなってやるせなくなってきて。うーん、なるほどな。やっぱ仕事ばかりの人生ってつまんないじゃんそりゃお金持ちになりたいけど仕事とプライベートはいい感じにバランスとっていきたいな。なんてバランスボールに乗りながら考えてたんだ。 慣れへんことをしながら小難しいことを考えるから派手にこけるんやで気持ちはわからんでもないけどリーマンくんワーク・ライフ・バランスってやつにこだわりすぎるとお金持ちになるのは難しいんやでえなんでそれはな世のお金持ちたちはお金と時間を天秤にかけたりしないからやでそれってどういうことお金持ちになるには時間もお金も両方手に入れる方法はないかって考える必要があんねん。 この動画で詳しく解説してるから一緒に見てみようか。ワークライフバランスにこだわる人がお金持ちになれない3つの理由。妥協マインドを捨ててお金も時間もしっかり勝ち取ろな。こんにちは、りょうです。今日はね、ワークライフバランスにこだわる人がお金持ちになれない3つの理由についてね、話をしていきたいと思います。質問いただきました。りょう学長の YouTube でお金の勉強を始めた会社員30代男性です。30代なり、よりワークライフバランスを重視して働きたいと思うようになりました。 この先もそこそこ昇給が望めるとは思いますが、その分比例して仕事量や責任もかかり、プライベートが圧迫されそうです。ワークとライフのバランスをいかに取るかについて答えが出ません。ライフを充実させながらお金持ちになりたいのですが、どうすればいいでしょうか社員満足度の高い会社の経営者でもいらっしゃる両学長に、バランスのいい考え方をお聞きしたいですってことでね、質問をいただいたんで、解説していきたいと思います。でね、結論から言いますと、ワークライフバランスにこだわる人はお金持ちにはなれませんと。 ワークライフバランスっていうのは仕事と生活の調和のことですよね。仕事とか労働っていうのは多くの人にとって生活の糧ですねで。働かないと食べていけないし、一方で食べていくためにね、いつも言うみたいにひたすら働き続けてプライベートを犠牲にするっていうのもこれもまたね、えー、本末転倒と何のために生きてるのかわからなくなっちゃうねっていうような話とかもしますよね。だから、ワークライフバランスっていうのは仕事はほどほどにプライベートも充実させましょうっていう意味合いで語られることが多いんですよね。 でポジティブないい言葉に聞こえるんですけど、実はね、罠があるということでね、今日はワークライフバランスにこだわる人がなんでお金持ちになれないのかっていう理由を3つね、解説していきたいと思います。理由、人の位置と。まず、妥協マインドだからですね。ワークライフバランスっていう言葉は、お金と時間どちらが大事かに言い換えられるわけですよ。たくさん働けばお金が手に入るんだけど、時間は失うと。 で、少ししか働かなければお金はあんまり手に入らないんだけど、時間は余るっていうね。まあ、お金を選ぶか自由な時間を選ぶかっていうね。で、最もわかりやすいワークライフバランスはどんなのかっていうと、楽な仕事で、定時上がりで残業なしでね,ね、有給全消化で、そして平均以上の給料をもらうことっていうね。まあいい生活だと思いますよね、結構ね。ところが、お金持ちたちのマインドっていうのは全く別なんですよ。 お金持ちたちはこういうことはね、絶対に考えないんです。どう考えるかっていうと、こう考えるんですねえ。時間もお金も両方手に入れたいっていうね、ことなんですよ。だから発想法がそもそも違うんですよ。時間とお金をトレードオフの関係で捉えると、豊かになれないと。胸に手を当ててね、皆さんちょっと考えてみてほしいんですよ。本音ではねえ、時間もお金もね、両方欲しくないですか つまり、時間とお金ね、両方を手に入れるための仕組みを持とうとするのが、豊かな人の発想、お金持ちの発想なんですよ。そのために、株式投資でお金を得るし、そのために不動産投資でお金を得るしね。で、そのために、自分のビジネスを持ってお金を得るっていうね。大事なのは、ワークとライフのバランスじゃないんですよ。そもそも、天秤にかけたらダメなんですよね。で、妥協せずに、時間もお金も両方手に入れる方法はないかっていう、こういうことを考えてほしいわけですね。 で、理由その2なんですけど、自分っていう資本を最大化する発想がないからですね、ワークライフバランスにこだわるっていうね、その関心事はこれなんですよ。いかに労働時間をコントロールするか。つまり、労働時間を増やせばお金が増える。労働時間を減らしたらお金が減るって、こういうことですね。で、時間とお金ね、両方を手に入れようとする人の関心事はこれなんですよ。 いかに自分っていう資本をね、最大化するかって、こういう考え方なんですね。目の前の労働時間を増やすか減らすかなんてことはもう考えてないということですね。どうやればより少ない労力で大きなお金を稼げるかってことについて考えてると。ね、人的資本の最大化っていうと、つまるところね、この3つに集約されるんですよ。スキルと、ブランドね、信用とか。 と、ネットワーク。まあ、コネとか人脈とかってね。まあ、言ったりするんですけど、世の中には、1時間で1000円稼ぐ人と、1時間で10万円稼ぐ人がいるんですよ。もっと稼ぐ人っていうのももちろんいますけどね。10万円稼ぐ人っていうのは、高度な知識を持ってて、高い専門性があるとか、もしくは世の中の需要に対して、供給が少ない希少なスキルを持ってるとか、まあ、高いマネジメントスキルがあるとかね。 まあ本当いろいろあるんですけど、人格的にも周りから信用されてて、この人にだったらこれだけ払えるって思ってもらえるとかね。まあ税理士とか弁護士とかエンジニアとか営業マンとか社長友達とかビジネスをする上でみんなね、必要なコネとか、まあネットワークっていうのを持ってるんだと。まあ信用が積み上がってるんですよね。で、労働時間をどうコントロールするかっていう発想はあんまないんですよね。スキルを高めるとか、ブランドをひたすら高めるとかね、信用を積み上げていくとか、ネットワークを持つっていう、とにかく人的資本を高めるための努力っていうのをずっとね、続けてるんですよ。 一方で、このワークライフバランスっていうのをね、ここにこだわる人っていうのは、あんまりね、こういう3つに関心がないんですよ。スキル高めるとか、ブランドとか、ネットワークとかね。やっぱりこういう状態で働いてたら、それはね、3年とか5年で圧倒的に差がつくっていうのは、もうこれは当たり前の話だよと。今自分にスキルとか、ブランドとか、ネットワークっていうのがね、あるかどうか、ちょっと自分にね、胸に手を当ててというか考えてみてほしいと思います。理由その3、新規事業のね、無報酬期間に耐えられないからと。 ワークライフバランスにこだわる人の根っこの価値観っていうのはこれなんですね。ただ働きは絶対にしないっていう。つまり、1時間働いたら確実にその1時間に見合うお金が欲しいっていうことなんですね。なぜなら、自分の時間、人生は非常に貴重なものだからと。安く評価されるなんて認められないと。ましてや無報酬なんて許さないっていう。まあ、こういう価値観の人が多いんですよね。一方、世の中の起業家とかは、絶対にね、無報酬の期間っていうのを経験してるんですよ。 最初からジャブジャブお金を生み出せるビジネスなんてないんですよね。どんなビジネスにでも必ず種まきの時間っていうのが必要なんです。ローマは一日でならずってね。事業を軌道に乗せるには時間がかかるし、不動産投資で何頭も物件を手に入れるにはこれもね、時間かかるし、高配当株投資で年に何十万円も配当金を手に入れるのにも時間がかかると。最初は時間単価で考えた時に割に合わないって感じるかもしれないんですけど、ただ未来への投資っていうのはそういうものなんですよ。で、多くの企業家っていうのは、 種まきの時期があって、育てる時期があって、収穫の時期があるっていう、これをね、よく理解してるんですよ。しかもね、この3つのフェーズが長期間にわたることが多いんですね。ワークライフバランスにこだわるっていう人は、時間軸っていうのがすごくね、近視眼的っていうかね、あんまり長い時間軸で見れないんですよね。でやったらすぐに成果が欲しいとか、ただ働きなんてありえないとかね。だからいつまで経っても時間の切り売りから抜け出せないんですよ。で、安心で安定なんだけど、 常に時間かお金かっていう、この二択の中で生きることになるんですね。だからこの発想法を変えないといけないんですね。で、無報酬の時期をね、投資って思えるマインドセットっていう、そういう考え方ですね。そういうのを持たないと豊かになるための仕組みはね、作れないんだよっていう、そういうことですね。じゃあこの三つの理由を挙げたところで、時間もお金も両方欲しいんだと。どうすればいいっていね、人いると思うんですよ。で、ワークライフバランス自体を批判する趣旨っていうのは僕自身全くないですよ。全然これはこれでいいと。 安定とか安心とかそれを大事にする人生観っていうね。えそれは人それぞれですから人を否定する気ってもう全くないと。時間もお金も両方手に入れるっていう選択肢を諦めてバランスを取ることを悪く言うつもりは全然ないんだと。でブラック企業よりもホワイト企業に勤めた方が豊かっていうのもこれも間違いないということですね。伝えたいことはじゃあ何かっていうと、お金も時間も両方欲しいんだったら別な考え方をする必要があるんだよっていうのをね、伝えたいわけですよ。 このお金と時間を両方手に入れるっていう目的のためにはね、それに合う手段が必要だから。お金も時間もほどほどでいいっていう人には、このワークライフバランスの取れた会社に勤めるっていうのは、これはね、いい手段だと思います。で時間もお金も両方欲しいんだったら結局こうするしかないんですよ。まず、お金と時間ね、両方手に入れるんだっていう覚悟を決めてくださいと。もしね、 心の声がワークライフバランスを取るってことは妥協なのかもしれないなって囁いてるのであればお金と時間両方を手に入れるってね、やっぱりね、心にもうバシッと自分に誓ってほしいんですよ。自分と約束してほしいと。そのためにはね、知事的にハードワークになることも厭わないし、失敗も恐れないと。で、そもそも起業家はね、一生休杯でもトータル勝ちになるように動くと。別に、ね、失敗してもいいんですよ、起業家っていうのは。起業家の一生っていうのは、ほんとね、10勝分ぐらいあるんですよ。一回勝つとね。なんで、 トータル勝ててばいいいいんだっうううね、まあ、そういう発想法になるとで。最初から失敗すること前提で物事に取り組むっていうね。まあ、過去の動画でも話してきたんですけど、僕自身もね、商売に関してたくさん失敗してきてるんですけど、もういっぱい潰した事業なんてありますよ。失敗した事業ね。失敗したネットビジネス19銭とか6銭とか、まあ、いろんな話してるんですけどね。で、お金と時間ね、両方手に入れられるようになるには、やっぱ行動を起こすのみなんだと。だからまず覚悟を決めてくださいと。 で、覚悟を決めたら、今度は自分っていう資本を最大化するために自己投資してくださいと。スキルを高めるためにね、本を読むとか、セミナー行くとか、仕事を受けるとかね、信用を高めるために SN、SNS のアカウントを運用して情報発信を続けてみるとか、ネットワークを築くためにね、興味のあるビジネスの現場に積極的に顔を出してみるとか、まあいろんな人に会うとか、尊敬できる人に会って話を聞きに行くとか、アドバイスをもらうとかね。で、スキルとかブランドとかネットワークの育成のために心血を注ぐんだと。で、三つ目が、仕組みを作る、買うんだと。 不動産投資をしてみたり、株式投資をしてみたり、事業を起こしてみると。でまあ、事業を起こすっていうと、すごく大げさなものをイメージする人多いんですけど、そんな大げさなものじゃなくていいよと。年商100万円でも立派なビジネスだからね。小さなね、スモールビジネスを起こしてみようと。でこのチャンネルでは、過去にね、いろいろ話してきてるんですけど、4つの所得を極めようっていう話をずーっとしてるわけですね。これですね。 まず一つ目が給与所得。で、二つ目が事業所得。三つ目が不動産所得ね。で、四つ目が配当利子所得ってことで。給与所得っていうのは安定してるんだけど、拡張性がないんですね。で、時間の切り売りになりがちで、まあ、あんまり要は増えないんだと。極端にね。で、この事業所得っていうのは本当センサー万別で、どれだけのスピード感でお金持ちになれるかっていうのはここ次第なんですね。だからこの事業所得ってところが難しいんだけど、それでもね、やっていけばちゃんとできるようになるからと。ということで、この事業所得ってのが二番目。これがすごく大事なところです。 で、不動産所得っていうのは多少手間がかかるんですよ。手間かかるんだけど、レバレッジが効くっていうのがいいとこなんですね。で、4番目の配当所得っていうところが、えー、完全な不労所得ですねで。完全な不労所得なんですけど、問題はね、種銭が多く必要なんですよ。お金がある程度束なってないと、要は増えないんだと。たくさんのお金があったら、すごくこの配当所得いいんですけど、 この不動産所得であったり配当所得を金の鶏とかね、まあ、お金のなる木ってこの3番4番のあたりをそう呼んでるんですけど、これらを買うためのお金をこう2番の事業所得で稼ぐっていうのが、まあ王道というかね、一番まあスピード的にはいいんじゃないかなという方法ですね。で、この仕組みを作るとか買うっていうのは、配当とか不動産とか事業所得の話でね。 確定申告をっていうのをしてない人っていうのがいるかもしれないんですけど、確定申告をしてないようではまだまだ金持ちへの道はちょっと遠いんだよと。お金持ちへの道ですね。確定申告を制するものは蓄財レースを制するっていうね、動画で話してるんで参考にしてください。まあ要は、給与所得の他に、ね、たくさんの所得を作って積極的に確定申告ね、していきましょうということで、この仕組みを作る、買うって、この3つですね。なんでお金も時間も両方手に入れるって覚悟を決めてくださいと。ね、自分っていう資本を最大化するために自己投資してくださいと。 で、仕組みを作る、買っていくっていうね、ことで、こんな感じでやってもらったらいいんじゃないかなと。で、まとめに行きたいんですけど、ワークライフバランスにこだわる人はお金持ちにはなれないんだよと。理由は3つあるよと。妥協マインドだからですね、1つ目の理由がね。時間とお金のバランスを取ろうとするんじゃなくて、時間とお金と両方を手に入れるんだっていう発想を持つのがお金持ちへの道なんですよ。で 自分っていう資本を最大化するって発想がないからと。時間に見合ったお金をもらおうとするんじゃなくってね、スキルとかブランドとかネットワークとかを育てる活動をするっていうのがお金持ちなんだよと。で、三つ目が新規事業の無報酬期間に耐えられないからと。絶対にただ働きしないっていう発想はチャンスを捨てることにね、つながるって理解した方がいいですね。 絶対にただ働きなんてしないんだっていうね、その発想があんま良くないんですよ。ただまあ、まあ、ただ働きの種類にもよるんですけどね。もうちょっと長い種まきのフェーズがあって、育てるフェーズがあって、収穫のフェーズがあって、長い時間軸で捉えようって、そうやって考えれるのがお金持ちの発想方法なんですね。割に合わないなって感じる時間のその先に豊かな未来の可能性があるんだよということですね。なんで理由はこの3つですね。で、時間とお金と両方欲しいんだったらもうこうするしかないよと。 お金と時間と両方を手に入れるって、もう絶対手に入れるんだって覚悟を決めようと。で、自分っていう資本を最大化するための自己投資をしようと。で、仕組みを作ったり、買ったりしていこうねってことですね。で、このワークライフバランスってのは決してね、悪い言葉ではないんですよ。悪い言葉ではないんだけど、その中には妥協も含まれているってね、えー、そう思うんですね。これは事実だと思うんですね。時間とお金と両方欲しいってね、具体的な方法を学んで行動していくんだっていう、そういう人はね、ぜひこのチャンネルでいろいろ学んでいってほしいかなと思います。 以上参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。これからもしっかり学んで行動して自由への道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。それでは今日もいい一日をリーマンくん、今日の動画どうやった 僕は時間とお金はトレードオフどちらかを得るためにはどちらかを削らないといけないと思ってたよこれってまさに妥協マインドだよね要はワーク・ライフ・バランスにとらわれすぎると結果的に小さく収まってしまうそれではお金持ちにはなりにくいってことを頭に入れておきたいな学長ありがとう 僕はお金も時間も両方手に入れるという覚悟でやっていくぞその方が前向きでええなよしじゃあこのバランスボールは必要なくなったから役長にあげるよなんやこれ体幹鍛えるのにめっちゃいいんやでどれわしも久々にやってみるかいいよっと わあさすが学長バランス感覚抜群だねシルクドセレイユいけるんじゃないおい誰が玉乗りライオンやねんほらこんなもんわしクラスになったら寝転びながらでも乗れちゃうんやからあらよっと小金持ちになるのも勉強して行動すればこれぐらい余裕になっちゃうで。